はいこちらグラスバレーブースです私はあの営業を担当してます石川と言います今回グラスバレーの特徴的な製品3つをご案内させていただければと思います一つがこちらですね、えー、グラスバレーのカテゴリーネットワークグラスバレーはビデオ,オーバー IP、えー、SNPT の ST-2110 のを使ったルーティングまあ今回これを展示しているわけですけれどもグラスバレー取り組みとしてはもう7年ほど、えー、IP に対して製品化を進めてきてます 今回2110という新しく規定されたフォーマットでどの 4K 度の冷やしきマルチビューアーというのが今回このパネルを使ってご覧いただくことができるようになっています。 続きましてグラスバレーリをご案内させていただきますご存知のように映画であるとかドラマでは日本では多くの実績がございまして、まあ、世界的にも販売をグラスバレーの方が継続して進めているというものです 8K 用の編集システムから HDA の映画と幅広くご活用いただいているプロダクト で今回あの、プロダクトのネーミングをですね、グラスバレーリオということで新しく、えー、一新して神戸の、えー、開発プロダクトということで継続してやってまいりますので今後ともぜひ皆さんよろししくお願いします。最後になりますけどエディウスのプロダクトについてご案内したいと思います。 今回ですね、エディウス九点三一という最新のバージョンが出てまいりました。エディウスはあのご存知のように報道であるとかケーブルテレビ様での、えー、ご使用としてはかなり、えー、国内では、えー、多くの方にご使用いただいているプロダクトですけれども、今後ですね、えー、今回九点三になりまして HDR の四 K 制作、まあその辺にフォーカスをきました。えー 作り込みが今回のバージョンとということになります今回の映像さんのモニターとの連携によりましてプロジェクトを HDRHLG で作ったら HLG の EOTF になってあげるであるとかですね 4K8K というような高解像度のプロダクトが今どんどん開発の進んでいます。 まあ、ぜひあのエディウス、えー、ご体感いただきたいお客様はあのグラスバレーのスタッフまで持ち出ていただければデモ等々ご案内させていただきますので今後ともぜひよろしくお願いします。